全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。双極性障害とうつ病は専門医でも見分けが難しいと言われています。なぜなら抑うつ状態は両方の病気に共通して見られるのに対し、そう状態が認識できないケースが多いからです。特に双極性障害2型はそう状態が顕著でないため、そう状態となっても元気になったとしか本人も周りも認識しないことがあるからです。本当は双極性障害なのにうつ病と診断されてしまう人も多いのです。うつ病と双極性障害は異なる病気で、治療法も異なります。病名の判断を誤ってしまうことで適切な治療が行えず、間違った治療を受け続けて回復が遅れるということも多くあるのです。そのため、うつ病と双極性障害を正しく見分けるというのは、治療という観点からも非常に大きな意味を持ちます。これまではそう状態の有無などから医師が双極性障害かうつ病かを判断していました。しかし、尿によってうつ病か双極性障害かを判断できるというニュースが入ってきました。米国科学会が発行する専門誌Journal of Proteome Research 2015年8月7日号で、中国の研究グループが興味深い報告を行いました。尿に含まれる成分のうち、プロピオン酸、蟻酸、フェニルアラニン、ベータアラニンなどを調べることで、うつ病か双極性障害かを判別することができるということでした。しかもその判別精度は 90% ということです。かなりの高確率ですよね。この研究の有効性が証明されれば、すぐにでも実用化できるそうです。病名判断を誤った結果、治療が長引いている人も多いので、この尿による病名判断、早く実用化してほしいものです。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。